悶絶ズボラ飯が発売早々大重版。誰でもうまく作れる魔法のレシピ本をぜひ。どうも、学生筋肉料理人のだるまです。いや、今日もまちゃまちゃ寒いですね。しかしですね、私だるまヒートテックならぬミートテックがあるので大丈夫でございますね。ということで、ちょっと面白くないネタは置いておいて、今回はですね、焼きおにぎらずというものを作っていきたいと思いますね。焼きおにぎらず、なんすかそれ、だるま先輩っていう感じなんですけれども、今回は焼きおにぎりを握らずに作る方法をご紹介いたします。焼きおにぎりが大好きな方ってね、もう本当にたくさんいると思うんですけれども、いざ作るとなるとめんどくさいですよね。ご飯と調味料を混ぜて、そして手で握って焼いて、いやーもうそれはまちょまちょめんどくさい。ということで、今回はそんなめんどくさがりなあなたに特別なレシピをご紹介いたします。最後に焼きおにぎらずを非常に美味しく食べる方法もご紹介いたしますので、ぜひ最後まで見てくださいね。それでは早速作っていきまっちゃね。ということで、まずは材料紹介ですね。今回使用する材料、せーの、ボン。すみません、ふざけてしまいました。今回使用する材料はこちら、せーの、ボン。はい、ということでね、今回の材料もマチョ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 シンプルでございまっちょね。まずは温かいご飯ですね。今回は冷やご飯ではなく温かいご飯をご使用ください。ごま油、みりん、お醤油、めんつゆ、バラー、以上になります。ほな、やってくれ。まずは焼きおにぎりを絶品にするだれうま流秘伝のタレを作っていきまっちょね。お醤油、和の風味を出すためのめんつゆ、甘みを加えるためのみりん、そして香ばしい香りを引き立てるためのごま油、これらをね、よーく混ぜまっちょね。こちらで秘伝のタレの完成。そしたらですね、こちらのタレをご飯に合わせていきまっちょね。少しずつ加えながら混ぜてください。ここでポイントなのが、いっぺんに加えないことですね。いっぺんに加えてしまうと味が均一になりません。こんな感じで少しずつ加えながら、ご飯を潰さないように切るように混ぜまっちょね。はい、ということでね、ご飯全体的にタレが馴染みました。あとは焼いていくだけでございますね。うざいですよね、すみません。はい、ということでね、今から焼いていくんですけれども、今回はフライパンの大きさ、だいたい18センチから23センチぐらいを使用していただければと思います。まずこちらを中火で加熱しまっちょね。ということでね、フライパンが温まってきましたので、バターを加えまっちょね。こんな感じで加えて全体に伸ばしてあげてください。こんな感じで伸ばしてあげて、バターが溶けるのをマッチョ。はい、ということでね、こんな感じでバターが溶けマッチョね。そしたらこちらに先ほど混ぜ合わせたね、ご飯を加えマッチョ。はい、こんな感じでね、ご飯を入れましたら、木べらなどでも構いません。こういうのでね、グッグッとね、押さえつけるように焼いていきマッチョ。今回これが非常にポイントになるのでね、ここをね、しっかり押さえつけないと、裏返すときにね、型崩れするので、入念に押さえつけてください。はい、ということでね、だいたい5分が経ちました。そしたらですね、一回ね、フライパンを揺すってみてください。このようにお米が動きます。でね、この時にお米同士が離れなければ成功に近づけるかと思います。そしたらこちらをひっくり返していくんですけれども、今回は非常に崩れやすくなっているので、お皿を使ってひっくり返していきましょうね。まずですね、この上にお皿を置きます。そしてですね、せーのでひっくり返します。せーの、ボン。はい、見てください皆さん。こんな感じで、マチョマチョウマチョウに仕上がっておりますね。そしたら裏面もね、焼いていくんですけれども、次はどうするかというと、滑り込ませながら入れます。この時に潰れる可能性があるので注意してください。慎重に入れるようにしてくださいね。はい、ちょっと崩れちゃいましたが、なんとかね、移動させることができました。まあね、多少崩れてもこんな感じでまた押さえつければ大丈夫なのでね。
先ほどと同じくギュッギュッとね押さえつけながら焼いていきまっちょね。あ、間違えました、すみません、バターを入れるの忘れていました。ちょっと取り出しますね。ちくしょう、先ほどねご飯をお皿に移したじゃないですか。そのタイミングでねバターもう一度入れてください。忘れていました、とぼけておりました。バターがねないとこんがり焼き色がつかないのでね。そしたらこちらにポンと、はい、こんな感じで入れて、その後に押さえつけながらしっかりと焼き上げていきましょう。はい、ということでね5分間経ったので盛り付けていきましょう。盛り付け方なんですけれども、先ほどと同じですね。このようにフライパンの上にお皿をかぶせて、せーの、ポン。はい、これで OK。 どうですか。いや、マチョマチョウマチョウだし、香りがやばいですね。こちらでダレウマ流焼きおにぎらずの完成でございますね。はい、ということでね完成いたしました。こちらね早速いただきたいんですけれども、これをそのまま食べてももちろん美味しいんですけれども、もっとね美味しく味わうための方法をご紹介いたします。それがこちらですね。ダレウマお得意の卵黄ですね。卵黄につけながら食べるともう最高なんですよね。はい、もちろんねここに乗せてもいいんですけれども、今回はつけて食べたいのでお皿に移しまっちょ。これで OK。 それでは早速いただきまっちょ。まずはですね、卵につけずにこのままいただきたいと思います。見てください、この音すごいカリカリですよね。これが最高なんですよ。でね、お箸でこんな感じでね潰していただきまっちょ。いただきまっちょ。これ間違いないですわ、うまっ。こんな感じでね、お箸で切り離して食べると。これね、嫌いな人絶対いませんね。この焼きおにぎらずに虜になることでしょう。焼きおにぎらずの味付け、食感、そして食べ応え、最高でございますよね。外はね、カリッとしているんですけれども、中はですね、しっとりしていてね、その食感の違いを本当に楽しめます。そしたらお次は卵黄につけていただきますよね。こちらをね、卵黄にくぐらせると。いただきます。この焼きおにぎらずを卵黄につける、これはもうやったらあかんやつやな。禁断の味がします。卵黄と焼きおにぎらずの組み合わせも最高です。今回はですね、お米が 1.5 合入っているということで約2人前あるんですけれども、これね2人前あっても1人で食べることができちゃいますね。もうそれほど美味しいです。多分ね、2人で食べると取り合いになるかと思います。ということでね、ほんまに 1.5 合あるんかいなってぐらいね一瞬で食べてしまいました。今回の焼きおにぎらず、手間暇かけずに、かつ焼きおにぎりよりも絶対に美味しいので、ぜひぜひお試しください。それでは See you next match ね。